はい、皆さんこんにちは。ブレンダー上手にやれてますでしょうか？前回ですね、スパナのマークのこのモディファイヤーズ、アドモディファイヤーの、このシンプルデフォーム、これですね、これをやったんですけど、今回はですね、このブーリアンというジェネレートの中のブーリアンというのをやっていきます。大体これ全部ほとんどやっていくと思うんで、まあ、1個ずつ少しずつやっていこうと思ってます。はい。で、まずですね、ブリアンっていうのは差分ですね。オブジェクトのモードでですね、追加の仕方を教えたと思うんですけど、カーソルの位置に対してシフト A っていうのを押すと、こうやってオブジェクトが出てきますよと、適当にやってますけど。で、大体真ん中にするときは、画面の操作でやったように、例えばトップビューにして、ちょっとパースじゃなくてオルソビューにして、ちょっと拡大しますか。コントロールで言うとちょっとズレがあるので、大体ですけど、本当は正確にやった方がいいかもしれないですけどね。こんな感じでヒュッとこう、なんか何ていうんですか、埋まってる感じですね、に今してます。こんな感じですね。で、これがですね、まあ、形状をきれいにしようと思ったら、ここ面をですね、もっと細かく、ちょっとこう5番で、今タブにするとこうなってるんで、要はひび割れるっていうか、なんていうんですかね、きれいにこうできないと思うんですよ。意味が分かんないですね。どうしよう。ちょっとタブで戻ります。大丈夫ですか？で、こちらでシフトでちょっとこうしまして、選択は右クリックで選択しますね。で、コピー、このデュプリケートオブジェクトっていうのがありまして、これとこれをコピーしたいときですね、どうするかっていうと、シフトの右クリックで2つを選択して、シフトの D ですね。ここ見たら、ショートカットシフト D って出てくると思うんですけど、デュプリケートオブジェクト、デュプリケートコピーですね、シフト D 押しました。そしたらこうコピーができる状態になってますので、こっち側にちょっと置こうということになると、移動したらいいわけで、G の X の、4ぐらいにしておきますか。ポンと確定で、今この同じものがですね、出てきました。今ちょっと急にやったんで、これが普通の今のやつですね。で、それをコピーしました、このデュプリケートオブジェクトってやつで。いいですよね。いいかな、勝手にどんどん 教えていってますけど。で、こいつをですね、じゃあ、分割するタイプと分割しないタイプで比較してみたいと思います。こちらをタブキーだ、タブキーで、サブディバイドで、多分奇数が中心に通るので、7個ぐらい、またこの前も7だったんですけど、7個にしますね。で、こちらがですね、ちょっともう一回タブキーにして選択を変えて、もう一回タブキーを押すと、こちらのメッシュの状態が出ていきます。ですね、選択は右クリックなんですけど、リンクのところをこう、なんていうんですか、選択するっていうのがアルトの、右クリックなんですけど、 もう覚えなくていいんで、後でやりますんで、まとめて、この周囲の点が何個分割されてるかっていうと、こちらに、32個ありますよね。だから32分割球体がされてるということですね、になってます。はい。で、こっちはもう一回、右クリックでこっちにすると、こちらは分割されてる方ですね。で、それとややこしいんですけどね、一回オブジェクトモードに変更して、オブジェクトを選択して、それからタブ、こっちは割れてない方ですね。この違いをちょっと見てみましょうかね。そしたら、一回モディファイアーズはオブジェクトモードしかできないので、オブジェクトモードにちょっとしておきますね。で、この選択した状態、球体を利用して、やるだけなので、球体はまあ実際にはいらない。
ものになるんだと思うんですけど、まあ、あの、なんていうんですかね、差分、異なるところ、要はこうなんか薄みたいにこうへこんでるようなものを作りましょう、一番わかりやすいと思ってるんですけどモディファイアーズのブーリアンですね。で、こんなプロパティが出てきますので、ちょっと見えますかね、見えますか。で、このインターセプトっていうのに今なってますけど、これのその対象になってるのはこちらなんですね。これが、ちょっと待ってね、あ、もうせっかく、よいしょよいしょよいしょ、プロパティで、今これしてましたよね、してましたっけ、ちょっと待ってね、選択をして、あ、いたいた、選択してプロパティが出てるので、で、今こちらがですね、こっちですね、スフェアっていうやつで、ややこしいですよね、名前、こっちが1番、001は001、001になってますね。それがまあペアになってるということです。で、今やろうとしたのは、こちらで、対象にするのが、スフェアの同じ、これですね、スフェアっていうやつをすると、消えちゃいます。で、このスフェアっていうものを利用するんですけど、ちょっと目のマークを押して外しますと、ですね、こんな感じで、インターセプトっていうところは、あれ提供しちゃったっけ、してないと思うんですけど、いいですね。まずインターセクトっていうのは、このなんていうんですか、共通のところがこういうふうに今出てる状態になってます。で、今度はディファレンスっていうのをやってみます。そうするとこういうふうにですね、へこみましたよね、へこみましたね。で、こいつがあ、ごめんなさいディファレンスです。で、もう一つありますよね、ユニオンっていうのは、あの、両方ですね、両方、このキューブとこちら両方を一つのオブジェクトにしたときにどうなるかというものですね。ちょっとあの Z って押してもいいですかオブジェクトモードっていうのがあるんで、これワイヤーフレームっていうふうにしますと、こんな感じで、ユニオンっていうのはこうなるわけですね。こんな感じで、もうこの重なっているところもなくなって、外側のですね、説明が下手ですね一つに一体化しているやつがこれですね。もう一回、インターセプトはこれ、こんな感じですね、はい。で、これが、まあ、非対称的にこういうふうに、まあ、なってますけどね、まあそんな感じですそんな感じです。で、ちょっとまあこう置いておきましょうかね。で、今度は、Z で、フレームモードから抜けますね。フレームモードは Z です。ワイヤーフレーム。で、ちょっとこっち側に移動していきます。で、こちらは分割しているタブで見ると、こう分割しているものなので、キューブ001っていうのがあって、同じようにやっていきます。モディファイアーズのブーリアンの、こちらは、スフェアの001番をターゲットにする。で、見えなくちょっとしちゃうと、こんな風になりますよね。で、これが、どうしよう。エディットモード。ちょっと待ってくださいね。ワイヤーモードにすると、さっきと分かりますかね。分からないか。ちょっと綺麗にですね、できてるんですよ。それは、このメッシュがですね、まあ、計算するときにきれいに計算できるとこうなるんですよねざっくり、はい、で、ディファレンスっていうのはこんな感じで、作ることができます。違いますよね、
こちらは全部線でこうこの点に対してずっと来てこう分割されるんですけど、こちらはあの四角のところですね、もっと細かいこの辺ぐらいから1,2,3というふうな感じでこう分割しながらですね、面が構成されているということですね。はい、で、これが分かりにくいですね。どうしよう、多分ユニオンやったらもっと分かりやすいですかね。もう一回やりましょうか。一回、ごめんなさい、Z を押しまして、もう一度チャレンジさせてください。これのユニオンっていうのをしますと、要はこのキューブに対してこの一つになるわけですね。一つのオブジェクトになる。ゴースユニオンって何でしょう、結合とかですよね、多分。はい、で、こちらも同じようにしますね。ユニオン竿みたいので、でこちらに対して、にするとこんな感じで、わからないか、一緒だな、球体がビュッとなってると。でこっちはもっと細かく、なんていうんですかね、結合されてるということですね。わかんないですね。まあまあ、まあ、そんなもんだ。どうしよう。あ、ディファレンスでしたね。でちょっと適用しますね。オブジェクト、これワイヤーで見えてますけど、オブジェクトモードなんで適用することができます。こちらもまだ適用してなかったので、ディファレンスっていう風にして、ちょっとワイヤーモードっていう、ここでこうやってもいいですけど、ソリッドにしまして、適用しちゃいますね。こうやって。ね。で、こうすることで、実際にはこのキューブがですね、加工されたというこんな形状にですね、加工されたということになります。はい、でここも見えてないだけなんで、あの使ったやつはいるんですけど、でオブジェクトを消しましょうか。消すのは X なんですけど、右クリックで選択していらないやつは X でデレートっていうのが出るんで、デレートっていうボタンをですね押してもらってもいいです。でそうするとなくなりましたね。こうやって X デレート、こんな感じで、ブーリアン、分かりにくい説明でしたけど、分かったでしょうか。まあ、よく使うと思いますんで覚えてくださいね。以上です。